で福祉だっていう余計怪しいそうというね、まあ、そんな時代だったんですね。それでもまあ本当にやる気になればそのできそれはそうですよ。こんなことをや本当にやったんだけど話だけ聞いたらそんなこと本当にやったのって話じゃん。この間35年ぶりにテレビ局のなんか映像が出てきた。若いよ俺が35だから。それで出てるやつがこの間みんなで見てみたのっていうのはね、その当時ニュースでは見たことあるんだけど、もう恥ずかしいじゃん自分のことだから。でずっと見てなかったんだけど、35年経つとね、人ごとで見れるのこいつなかなかやるなで、それで見てみたらなかなかやっぱ良かった。でそれを見せると今のような話が本当だってことが分かる。本当なんだって。でも話だけだったら絶対に信じられないと思う。だって携帯も何もないんだよ。もしもし聞こえますかみたいな。でこっちが切らないと向こうが無線って。そうだから一方通行だから双方向は無理なんだからね。でそんな時代にずっと、それで25万人をこうなんていうの、広場に集めるわけじゃないからね、戦場に立たせるんだから。その250キロの戦場に立たせて、なおかつ1分間なんです。遅刻が許されない。今日なんかこの人らはもう全然参加できないわけですよ。もう解散してるところに来るわけです1分間だから。もう5分遅れたらダメなイベントだから、でそれをこうやってみたんだね。でもできたんだよね。でやっぱり日本人ってすごいの。それは何がすごいかって言ったら、やっぱり日本人のすごさなんですよ。なんとその約束を守るかみたいな。そのまあとっても素敵なことですよ。だから僕は、まあ、日本という国はやっぱり信じられるな、そのねあれだ、まあ、そんなことを思ってて。だからどうか国の骨格を作る。でそれは政策です。だからあなたたちが集まられてどういう国にするかが議論できたら、あとはどういう政策にするか。実際に絵に描いた餅じゃなくて食べられる餅にしなきゃいけないから、それをまあみんなでやってほしいと思う。でも今言ったところぐらいまではまだ俺もやれるかなと思ってるんだ実は。だからその場合は年寄りを応援する気でみんな来てくれた年寄りが言ってることもまんざらでもないよって、一応みんなで騙されようぜみたいな感じで。でもこれが世界のためには絶対説得力があると思う。でね、まあ、あなたらの頃どうだったか分からないけど、僕なんか小学校中学校行った時にめちゃくちゃ遅刻がうるさいんだよね日本の学校って。で5分前に入れって言うわけですよ。でもそれが俺の場合も腹立って、こっちが金払ってんのになんで遅れたらダメなんだって、教師だけ遅れるなみたいなことを思って行ってて、いつも5分以上遅れて行くようにしてたの。したら門が閉まって必ず横に立たされて、それでなんか罰があるわけで、でそのけしからんみたいな話なんだけど、本当にくだらないなと思ってずっと来たんだけど、60過ぎた時にあの墓くれという武士道の本がある。で墓くれをふっとってパッと開いたら武士道の第一義っていうところになってね、第一義だよ。武士道はここから始まるんだっていう第一義って言った。遅れを取るなって書いてあるそうかと。この国は男も女もみんな武士として育てようとしてるんだ、それが分かったわけよ。あれはだから最終的に国家間でも約束の守れる国になるんだよ。だって時間守るのって日本人しかいないでしょ。俺の友達なんかで外国の外人の友達なんて、お前ら集まったら連絡してこいっていうぐらい何時に来いって来るやついないんだもん。みんな連絡がつかないとかさ、もう時間過ぎてんのに連絡が。でも日本の場合だったら遅れる場合でも絶対言うじゃない。 あと誰と誰がどんだけ遅れるかなんてことを言う国ってないですよ。なおだけどそういうことが
できるでこれをその要は学校でやるこの武士道の第一義を徹底して教えていくからもう体がそういうふうに反応するようになったんだね。でだからやっぱ最終的には約束守れる国になるし人になっていく、まあ、こういうことだね。これが一番やっぱり世界にとって大事だ。だから武士道を教育の中にちゃんと入れてあるんですよね、この国はね。であとね、僕は今年夏ぐらいにあの子供の帝王学みたいなね、子供の時から帝王学をちゃんと勉強させようと思って、そういう本を出そうと思ってる。これなかなかいい本なんだよ。あの自分で言うのもなんだけどそのね、帝王学で、なんで帝王学というのを子供の時から、もうこれねやりだしたらね、日本の教育ってのは最高峰に達するよ。なんでそういうことが言えるかというとね、やっぱりね武士道を基本にしてやってる教育だけでこれだけ世界に信用のある国民が育つんだ。でこの上に帝王学っていうのはね、帝王学っていうのは皆さんどう思われるか、まあその超権力の座に就いた人は誰もいないから多分してないんだよね、みんな。僕なんかはある程度権力の座に就く立場にあったから帝王学を学ばされたわけで、それでねやるとね、帝王学っていうのを言うとみんなね、なんかどうしたらおいしいものが食べれるかとか、この権力がどうしたら長く使えるかとか、そんなことを学ぶんでしょうと多分思ってると思うんだけど、全然違う。帝王学っていうのはものすごく身を律してなきゃいけない。だからそれを最も勉強した人、例えば明治天皇です。明治陛下は帝王学を最も勉強された3人の中の1人なんです。じゃあ1人目は誰か。源頼朝なんです。2人目が徳川家康、3人目が明治陛下。で明治陛下がやられたことが今も天皇家の中に全部残ってる。だからね、もう実はもう俺も腹出てこんななってたの。でふっと陛下を見た時に、日本の天皇で腹の出た人いないんだよね、明治陛下以降。これはダメだとそのね要はね、身を律するということがちゃんとしておられるってことですよ。これはね、だから国民の中で最も身を律して毎日を生きておられる、それが天皇だと思います。もうこれ間違いない。だからね、もうこう俺もちょっと年いったからいいわと思ってたらダメなの。だ身を律してないとダメ。そしてこういう会ももう絶対頼まれたら絶対やらなきゃダメなの、これはね。でできるだけあなたたちが飽きないように喋らなきゃいけないそのでこういうことはやっぱりちゃんと伝えなきゃいけない。